どうも、生物観察の鬼です。ちょっと暑いっすね今日。今ね、午前11時ぐらいなんですけど、暑い。今5月の20何日か知らんけども、暑いわ。もう夏だなこれ。これカラコギカエデっていう木なんですけども、今の時期ね、この木は花が咲いてるはずなんですけど、今年はね、ほとんど花が咲いてません。どういうことだ。なんかね、去年の花の残骸とかついてるんですけどね、見える範囲ではね、今年できたとおぼしき花が全く見当たりません。これ多分ね、今年の冬あったかかったせいですかね。記録的な暖冬で、あんまり冬あったかいと花のつぼみが形成されないとか、なんかそういう仕組みがあるのかもしれませんね。ほらね、ちょっと今年はおかしいもんね。おかしくなった今年はね。山の様子がおかしいよ。おかしい。あずま屋の屋根にキヤシナガバッチの巣がありますね。ママがこっちを警戒してます。ママ真っ黒な蜂が飛んでますね。あれは外来種の台湾竹熊蜂だな。台湾竹熊蜂ですね。ほい、よし、捕まえました。台湾竹熊蜂、ほらブリブリに怒ってますね。赤ちゃんのために花粉を集めてた途中なんでしょう。ほら、うわうわ、ほら見てください。羽がなんかトロピカルな色してますよね。トロピカル蜂ですね、台湾竹熊蜂。危ない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 、これね、毒針持ってますから危ないっすよ。危ない、危ない。ほら、皆さん見てください。念力で毛虫浮かしてます。ほら。はい、嘘です。糸で木からツーッと垂れ下がってきてるだけですね。ふいこれは細足長バチの巣ですね。あ、結構赤ちゃんが生まれてきてますね。赤ちゃん結構育ってきとるやん。ほら、イクボの中になんかピンクっぽい物体見えますよね。あれ幼虫なんですよ。赤ちゃんですね、アシナガバチの赤ちゃん。ママはどこ行ったんでしょうね。皆さん見てください、私が散々ちょっかいかけてたセグロアシナガバチの巣がなくなってしまってます。どうしたんだろう、駆除されてしまったんでしょうか。見えやすい場所にあるんで駆除されてしまった可能性がありますね。大雨とか強風とか吹いてないんでね、吹き飛ばされたとかはないと思うんですけれどもね。ショック。ちょっと梅雨入りしたら巣もらおうと思ってたんですけどね、梅雨になるとね、このガードレールに作った巣って全滅するんですよね。ですからもらっちゃおうかなって思ってたんですけれども、その前に消滅してしまいましたね。ママはどこに行ったんでしょうか。この下とかのね、あさっても巣の残骸らしきものがないんですよ。あ、見つけました。これじゃないかな、この形だな、ね、残念ながら卵も幼虫も全てなくなっております。こうやって巣が落ちるとね、アリが食べに来るんですよ、幼虫とか卵。巣がついてる時はこの巣の根元にね、アリが嫌がる物質をママが塗りたくってますので、それでね、アリがやってこないんですけれども、でもこれが地面に落ちてしまうと、別にこの根元を伝わなくても根元を伝わなくてもね、裾から接近できてしまいますのでね、それで幼虫とか卵全部食べられちゃうんですよね。全部食べられてしまったようです。いや、厳しいね、自然は厳しいですね。これ誰かの手によって落とされたのかな、それともなんか風かなんかで落ちたのかな、ちょっと分かりませんけれども、ただここからこの場所でしょう、風かな多分。人がこれ落としたら真下に落ちそうやもんな、風向きにもよるかもしれんけども。生き物の世界は過酷なんですよね。で、生き物 YouTuber も命がけなんですよ、過酷なんですよ。この間ちょっと降りたところでね、転んで怪我しましたけどもね、本当に命がけなんですよ。ツマグロ大横ばいですね、飛んだね。あ、見てください、これ錆びたノコギリが捨てられてますよ。誰かこの辺で犠牲になったのかもしれない、犠牲者が持っていた遺品かもしれないですね。危ないぞ、この崖見てください、このきつい崖。こういうところをね、我々毎日歩いてるわけですよね。うちのチャンネルもね、生き物チャンネルとして、結構な規模になってきましたけれどもね、
生き物チャンネルね5つあげてくださいっつったら絶対ね 99% の人は、まあね、うちのチャンネルとあとねワニさんのチャンネルあげると思うんですけどね、これ落とし踏みのゆりかごですね。これ葉っぱを丸めてこの中で卵を産むんですよね。でただ葉っぱを丸めればいいわけではなくて、そのママがね、これママが作ったんですよ。ママが葉っぱを噛むことによってそのママのお口の中に含まれてる雑菌によってねこの葉っぱが発酵しまして、その発酵することで初めてね栄養として利用できるっていう説がありますね。ですからママがね作ったゆりかごじゃないと落とし分育てないんですよね。まあ、この辺に置いといてあげましょう。自然の世界厳しいんですよね。まあ私もワニさんもね命がけですよ。毎日毎日こういうね命張ってるわけですよね。命張ってるわけです。うわー危ない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 、過酷だぞ自然は。ちょっとこの石めくってみようか。こういうところにも生命体いますからね。あーちょっとこれはあめくれるね。うーうーん特になんもおらんな。これとかどうや。ふっおらんね。あそこでなんか飛んでますね、白いものが。蝶々だな、あれは。蝶々が飛んでますね。ほい、よっしゃ入ったかな。あ、入った入った入った。入りました。ちょっとこれなんかカメラマン欲しいな。ちょっとおいスタッフ、スタッフ、お前らちょっと撮影手伝えよ。スタッフ本当にもう本当にね、うちのスタッフ気が利かないんですよね。私がカメラ持って網片手でね虫取ろうとしてる時に、もちゃんさん持ちましょうかとかね普通言ってくれるじゃないですか。言ってくれないんですよね。ちょっとスタッフども、うちのスタッフどもはね本当にねなってないですね。まあスタッフいないんですけどね。これはウスバシロチョウですね。これアゲハチョウの仲間なんですよ。アゲハチョウ科のチョウチョで、見てください、羽がちょっと透けてますよね。わかります？羽透けて私の指見えるじゃないですか。羽がすごくね透けて薄く見えるんで、なんでね薄葉で、まあ白っぽいんで白蝶ですね。薄葉白蝶です。これね初夏に出てくる蝶々でね、この辺多いんですよね。この辺薄葉白蝶多くてね、今一番多い時期ですね薄葉白蝶。ふぅ逃がしちゃるわ、いけ。あ過酷なんですよ自然はね。キバネツノトンボ飛んでねえか、こないだおったんやけどな。キバネ、キバネ、あそれっぽいのおった、おったけども、ちょっとスタッフカメラ持ってよ。ちょっと片手カメラ、片手網は結構きついって。スタッフ結構飛んでますね。おいや、よし、でも捕まえたぞ。ダーコンとうちのスタッフはほらキバネツノトンボ捕まえました。はい、確保しました。キバネツノトンボ、こいつのせいでこないだねこけまして、それで手怪我したんですよ。こいつ取ろうとしてね、スタッフがカメラ持ってくれないものですから、まあスタッフいないんですけども、スタッフがカメラ持ってくれないもんで、片手にカメラ片手に網でねこいつ撮影しながら撮ったんですよね。そしたらねずるっと転んでしまいまして、それで手すりむいたんですよ。とんでもない、これ危険生物ですよ。これ危険な昆虫ですから皆さんもね気をつけてください。こういうキバネツノトンボは、これウスバカゲロウとかに近い仲間ですね。アミメカゲロウ目ですね。脈子目とも言いますけれども、これ幼虫はねアリ地獄みたいな形してるんですよ。あれっぽい形をしてるんですね。アリ地獄の仲間ですな。よし逃がしてあるか。よしもう逃がしてあるわ、行け、バイバイ。あれはイカリモンガーですね。あれはガなんですけれども、でも昼間に活動するんですよ。皆さんこれからの時期はね熱中症対策しっかりやってください。水分はねこまめにとってください。本当に危ないんでね、今日もなんか気温30度ぐらいあるのかな、めちゃくちゃ暑いんですよ。暑い、これアクエリアスですね。こういうスポーツドリンクいいですよ。スポーツドリンクって浸透圧が人間の浸透圧と同じぐらいなんですよ、つまり人間の体にスッと素早く染み込んでくるわけですね。このアクエリアスをこう口に含みますと、ああ、DNA まで素早く届くわけですね。もう DNA までね染み込んでます。うーまあ
いや暑いわ今日はほんまに。なんか毛虫が張ってますね。あれはヒョウモンチョウの仲間ですね。ヒョウモンの仲間の幼虫ですね。危ないぞ今の道は。炎天下ですからね。今めちゃくちゃ暑いわけですよ道が。あーほら暑い暑い暑い。よくこんな暑い灼熱の道路を歩けたな。すげえわほんまに。見てください皆さん、あそこアカスジキンカメムシがいます。アカスジキンカメムシ、しかも成虫、もう成虫になったんや。ほらわかります、この赤と緑の綺麗なカメムシ。これアカスジキンカメムシって言うんですよね。これが初夏に成虫が出てくるんですね。だいたい6月7月に成虫が見られるんですけど、今5月なんですけどね、もう成虫になってるんですね。あ、クヌギの葉っぱの縁になんかイモムシがついてますよ。あれは多分ハバチの幼虫かな。ハバチの仲間はね、ああやって葉っぱの縁に食らいついて、なんか集団でいることが多いんですけどね。単体ですねあいつは。でもハバチの仲間だなあれ多分。ちなみにアカスジキンカメムシ、見た目綺麗ですけどね、触ると臭いんで、まあ、素手で触らない方がいいと思います。あ、ママが帰ってきてますね。この巣よかったね、ママ無事で。ほら細足長バチ、ママが帰ってきました。よかったねバブちゃんたち、ママ帰ってきて、よかったよかった。